わっちゃなな情報わっちゃなな情報どうもありがとうございましたいやーということで,あり,とでありがとうございましたきのこちゃんでしたありがとうございました楽しかったです、はい、で2本目いきます <laughs> 2> あ,あ2本目もあ,あ,れあった <laughs> あし自ったまいりましょう初見、えー、初見で本読みです、はい、ではめくってください、はい、ラジオコント漫才 言い回しは意味が伝われば言いやすいように変更してもらって大丈夫です、はい、では参りますはいどうも上海モーニングですえちょっと待って今なんて言ったえ今なんて言ったコンビ名の上海モーニングですい,いやその前はあ いや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 もう恥ずかしくて俺漫才できないよいや恥ずかしいってどういうこといや何がそんなに恥ずかしいのいやうるさいしつこい「はいどうも」の何が恥ずかしいのああもう女性がそんなこと言っちゃダメいや男性は言ってもいいのいやそういう問題じゃなくて漫才の挨拶的な「はいああ女性が言っちゃああってこと。ああうああああああ 小学生がなりたい職業ランキングって知ってるおいどうした 1> 第一位が YouTuber ねう問題解決する前にネタに入らないでください第二位が漫画家、イラストレーター、アニメーター耳ちぎれました第三位が芸能人小学生諸君将来こうなりたいと思うのは自由だこうやって皆さんの前で漫才やってる我々も一応芸能人ってことね えー、小学生がなりたい職業第3位って言っても過言ではありませんよもちろんですよ売れない芸人とはいえ歴史とした芸能人ですからねでもね漫才を始める前にあれを言うじゃないですかえあれああさっきのはいどうもーキー <laughs> 僕それが恥ずかしいんですよ何が恥ずかしいの歴代の漫才師が言ってきた言葉ですよ冒頭ではいどうもって言ったらそれはもう漫才師でしょう。僕ジャッキーチェンが 好きで、香港も好きなんですよ。また脱線した。ハマチって言ったら、英語ではハウマチって聞こえるように。ああ、ほったいもいじくるな、とかね。ほ <laughs> ったいもいじるなね。<laughs> そう<れ>ね。<laughs> 香港で使われている言葉の関東語にも、そういったものがあるんですよ。広東語中国語とは違うのかな?。あ、中国語、ああ、まあ、一般的に言う北京語普通語の挨拶には。挨拶はニーハオだよね。 関東語はニーハオと同じ漢字を書くんだけどネイホウって言うんだあとありがとうは何て言うか知ってるえ私急に絡んできたえー、っとシェイシェイそう中国語ではシェイシェイでも関東語では関東語ではドーチェドーチェ日本では馴染みないですねもう分かったよね何がだからさっきのあれも関東語では別の意味が出ちゃうってことはいどうもまあいいや 意味知りたい。ああ、私はそこまで知りたいってわけじゃないけど、ほら、お客さんが知りたがってると思うから教えてあげて。わかりました。はいは女性のおまた。は？どうもは毛が多い。え、そんなに恥ずかしい？じゃあやってみますか。女性のおまた毛が多い。<laughs> 恥ずかしい ね、でしょどう,どうもありがとうございました,うましたどうも <laughs> 難しいなあなるほどなるほどなるほどあ,<ー>あこれは確かにあのー、漫才っていうあの間の取り合いもあるから、うん、た確かにちょっとこ今回はこうあこれ難しかったなペースと、うん、そうっすねいややっぱり言うとなんだろう、はい、本で書くのとしゃべって、はい もらうので多分全然ちょっと言いますとか言葉が全然違うなと思った。はい、<laughs> ああああ漫才書くのは難しいんだ。<あ>ね、なるほどねあ。でも落ちいいですねこのちょっと。<laughs> そうちょっとね。これコントにしてたんですよ。あのあ<ー>この後にちょっと継ぎ足してて本当は。あはい。ちょっとくどいなと思って <laughs> このちょっと漫才っぽい部分だけを <laughs>、はい、ちょっとピックアップしてやっていただきましたが。初見でこう。 ポン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 っていうのも初見だからねああああちょっと難しいな難しいなと思うけどよくできるね <laughs> 俺絶対無理だよこんないやいやいや私はちょっとあっこれは次の、うん、さっきよりテンポがちょっと早めになるから、うん、あこうすなんていうん瞬時にこうどっち,だろう,どっちだろうが <laughs> 結構難しかったですけどいい頭のトレーニングするから。うん、<laughs> ボケ防止にあるよボケ防止 <laughs> <ん>ジャッキーさん的にはなんかこ こういう感じっていうところが「ほったイもいじるな」ああそうですね。っていうのは知ってるああなんか「ホッタイムイズイズイットナウ」みたいなそう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 ちょっときれいきれい気味なところが入ってもいいのかなあ「何が」とか「何が」何が下からいっても「いい。何が」じゃ何が」とか「何が」とかねちっこい感じでもいいのかなっていう別にそそっちじゃなくてじゃないといけないところではなくてそっちもあれかなああ なとくイメージとしてはバイキングさんみたいな小峠さんちょっと違うか歯切れが良すぎるじゃないですか。とか何が使ってあそそここ、歯切れが良すぎるからもうちょっとじゃあ「は?」んか「は?」とか「は?」何言ってんのという感じとか「何何ががもう何が?」。 投げやりでもいいしああ何が、うん、なん,かなんだよやさぐれ感が <laughs> や,やさぐれ感かなはいはいはい、はい、やさぐれ感ナゴンのあミみゆきさんとかヒコロヒーさんもそういう感じですかあ,<ー>あー最近もヒコロヒーさんすごい好きで私はああいうキャラクターはできないからなんかすごい憧れますねとりあえず最後、はい、あ もうノー編集でやろうかなと思ってるんで。お分かりました。では参ります。ラジオコント漫才はいどうも上海モーニングです。えちょっと待って今なんて言った？え今なんて言った？あコンビ名の上海モーニングです。あいやその前。ああはいどうも。いや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 。何々々々々々々。やも。 俺恥ずかしくていってどういうことかあ <laughs> ちょっと何がそんなに恥ずかしいのーいやうるさいしつこいはいどうもうのどこが恥ずかしいのあもう女性がそんなこと言っちゃダメいや男性は言ってもいいの、まあ、そういう問題じゃなくて漫才の挨拶さきな「はいおうおを女性が言っちゃダメってことは？どういうことあのさ小学生がなりたい職業ランキングって知ってるおいどうした第1位が YouTuber ね 問題解決する前にネタに入らないでください 2> 第2位が漫画家イラストレーターアニメーター耳ちぎれた第3位が芸能人小学生諸君将来こうなりたいと思うのは自由だーこうやって皆さんの前で漫才やってる我々も一応芸能人ってことでね小学生がなりたい職業第3位って言っても過言ではありませんよもちろんですよ売れない芸人とはいえれっきとした芸能人ですからでもね漫才を始める前に あれを言うじゃないですかえあれああ、さっきのはいどうもーキャー僕それが恥ずかしいんですよだから何が恥ずかしいの歴代の漫才師が言ってきた言葉ですよ冒頭ではいどうもーって言ったらそれはもう漫才師でしょう僕ジャッキーチェーンさんが好きで香港も好きなんですよまた脱線したハマチって言ったら英語ではハウマチって聞こえるようにああ、ほったいもいじるなとかね 香港で使われている言葉の広東語にも、そういったものがあるんですよ。広東語、中国語とは違うのかな。中国語あ、一般的に言う北京語、普通語。それの挨拶はニーハオだよね。広、うん、東語はニーハオと同じ漢字を書くんだけど、ネイホウって言うんだ。<ー>あと、ありがとうは、なんて言うか、知ってる。え、私、急に絡んできた。えっ、ー、と、シェシェ。そう、中国語ではシェシェ。でも、広東語ではドーチェ。ドーチェ。 日本ではなじみないですねもう分かったよね何がだからさっきのあれも広東語では別の意味が出ちゃうってことはいどうもや<ー>いやもういいよ意味知りたい <laughs> 私はそこまで知りたいってわけじゃないけどほらお客さんが知りたがってると思うから教えてあげてわかりました「はいは」は女性のおまた はどうもは毛が多いえそんなに恥ずかしいえじゃあやってみますうん女性,女性のまた毛が多い,が多い恥ずかしいねでしょどうもありがとうございましたどうも恥ずかしい ぐちゃぐちゃなっちゃった。かましてこれ難しいな。やっぱちょっとね、ちょっと加筆しない、ちょっと変更しないと難しかったけどねあ。本日はどうもありがとうございました。どうも。<laughs> <laughs>